皆様こんにちは。本日は国鉄型特急185系に乗って京王線武蔵野線を経由して川越線の川越駅を目指します。東海道線特急踊り子として長らく活躍していたこの電車は、引退しても完全に消失したわけではなかった。この動画は島の提供でお送りいたします。ここは千葉県海浜幕張駅。重い乗員トーンを響かせ、スラブ軌道を震わせながら駅に侵入してきた185系。ここは1日10万人以上が利用する京王線の駅。185系が特急踊り子としてこの海浜幕張駅から伊豆方面に向かうことはなかった。特急蔵の町川越号、僕はこの臨時特急列車に乗って川越まで行く予定だ。こんな古い国鉄型特急列車、引退したはずじゃなかったのか。興奮を隠しきれない僕は今日この日をとても楽しみにしていた。またこの電車に乗れる日が来るだなんて言い過ぎかもしれないが、夢みたいだった。いいですね。発車時刻は9時35分。まず第一歩、足を電車内に踏み入れると体からアドレナリンが出ているのが分かった。185系の好きなところ、それは洗面台。ここに置いてある石鹸がいい雰囲気を出してる気がする。発車時刻です。隣には武蔵野線の E231 が止まっていた。この電車はこれから武蔵野線を走行し大宮方面に行くわけだが、どのようなルートなのか、それも楽しみであった。レトロな雰囲気の4列シート、僕の席はここのようだ。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急蔵の町川越号川越行きです。ご乗車ありがとうございます。特急蔵の町川越号川越行きです。次は西船橋に停まります。この電車の特急踊り子時代ではまず聞くことのなかった西船橋という名前。これから先この電車は武蔵野線に入線し、武蔵浦和付近で大宮方面に向かいます。それから川越線に入り川越を目指します。これから先この電車ではなかなか聞くことのできなかった185系とは無縁な駅名がたくさん聞くことができるというわけです。最後までリラックスしてお楽しみください。ところで私の隣には人は来るのだろうか。駅ネットで確認してみたところ、やったぜ、誰も来ないようだ。これから先この電車の主な停車駅は西船橋、新松戸、川越です。早速二俣新町駅付近にあるデルタ線を走行し、京王線とはお別れ、武蔵野線の線路にゆっくりと入っていきます。詳しいことを言うと、西船橋駅から武蔵野線は始まるそうです。高架線のデルタ線ってかっこいいですね。四国らしいなと思います。この洗面台も貴重ですよ。お湯を出してみましたがめちゃくちゃ熱い。水は普通に常温です。トイレの雰囲気はというと、当然和式便所、洋式便所に改造されている列車もありますが、どれもこんな感じの雰囲気です。ペダルを踏んで水を出す。連結部の雰囲気もすごくいい。しっかりと安全に配慮して撮影してますよ。手は近づけてません。このデッキ部分の薄暗い雰囲気がとても大好きです。洗面台の小窓はおそらく換気用だと思いますが、外が少しだけ見えます。西船橋駅に到着。停車時間は2分もなかったと思います。雨なんで空転がすごいですね。私の線を結構速いスピードで走ってる気がしてます。海浜幕張から川越までの乗車時間は約1時間半なんですが、ずっとこれぐらいの速度で走ってくれれば1時間くらいで着くと思います。そろそろ自分の座席に座ってゆったりくつろぐとします。僕の隣にも、また向かい側の座席にも誰も座っていないんです。なんとなくついてる気がします。窓ガラスはすぐに曇りますから、自分で曇り止めでも塗布してやろうかと思いましたが、
器物破損とかになったら嫌なのでそんなことはしません。本当は窓を開けて武蔵野線の車窓を感じたかったのですが、雨ですし誰も開けていませんでした。というわけで新松戸駅に到着。この駅からも僕の隣に座る人はいませんでした。モーター音をよく聞いてください。雨で車輪が滑るので変なモーター音がしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急倉の町川越号川越駅です。次は終点川越です。常磐観光線からの線路が近づいてきました。本日は日立方面からも川越に向けた臨時特急列車が走っており、 E6 号3系がここを先に通過したそうです。イオンモールの街越谷レイクタウンを通過。この駅を越えると巨大な人工湖が遠くに見えます。曇っててよく分かりませんね。こういった雨の日でも鉄道車両の窓を曇らせないためにはどうしたらいいか。なんかやっと通してきたって感じなんですけど、結構乗降運転多いですね。電気機関車がたくさん見えてきました。 JR 貨物の越谷貨物ターミナルです。機関車はあまり詳しくないんですよね。南越谷を越えたあたりで検察はされました。僕の後ろにあるこのポスター、踊り子としてこの車両が使われた時から貼られてるポスターです。かなり色褪せてる。この電車元は急行用の電車として使われていたんでしたっけ。特急ほど高品質な車両ではなかったと聞きますが、僕はこれで満足です。これは多分東浦和駅ですかね。すぐに窓が曇っちゃいます。吸水性の高い布を持ってくるべきでした。たくさん拭いたので汚れもまあこれくらい。この電車ってかなり珍しいので、車内は結構祭りみたいに騒いでるのかなと思いましたが、意外と皆さんおとなしいです。やっと南浦和駅通過ですね。東北本線の上を通過します。そしたらすぐに武蔵浦和駅を通過。埼京線や東北新幹線の下をくぐります。川越方面に行くのだからこのまま埼京線に入るかなと思ったら違いました。まずは武蔵野線から分離して勾配区間を上り始めました。我々は西浦和駅手前で U ターンし、地下に入って東北本線を走行してから地上の大宮駅に到着。その後川越線に入ります。武蔵野線はもともと貨物列車しか走っていない路線でしたが、今はこのように旅客列車がたくさん走っています。武蔵野線と大宮を行き来する列車も実は1日6本程度はあります。武蔵野号と下宇佐号。今我々は下宇佐号のルートを走行しているというわけです。今我々はゆっくりと U ターンをしてもう一度東北新幹線と埼京線の下をくぐります。その下宇佐号からもこのような同様の景色が見れますが、185系に乗ってこの景色を見るということが貴重なんです。武蔵野線に定期特急列車はありませんから。住宅街の地下を走行して京浜東北線の与野駅付近で上昇します。一番奥には京浜東北線の線路が、ほらちょうど来ました、あの青い電車です。その手前の線路は東北本線と湘南新宿ラインの線路です。何やら広大な鉄道の敷地を走行し始めました。ここは埼玉新都心。東北本線は停車しますが湘南新宿ラインの駅はありません。ご覧のように新宿方面の列車が通過しています。もちろん我々も貨物線を走行してきましたから停車しません。大宮駅に近づくと坂を登り始めました。この広大な鉄道用地は大宮操車場といい、昔はここは貨物列車の大きな駅だったそうです。向こうでは埼京線が地下に入り始めました。我々もゆっくりと大宮駅に入線しています。そこではおそらくたくさんの鉄道ファンたちに迎えられています。ちょっと窓を開けてみました。やはりうるさいですね。閉めておくのが賢い選択でしょう。というわけで次回は川越線の様子をお届けします。動画の高評価ボタンを押してください。動画の感想をコメント欄に書いてくださるととても嬉しいです。後日返信いたします。またメンバーシップも開始しました。メンバーシップで当チャンネルを支援してくださるととてもかなり助かります。ぜひよろしくお願いします。